毛利元信元禄十六年十二月十日は、長州藩一門画廊である、宇田毛利元宝。性質は、吉川博政の娘。子に、毛利貞道。養子に、毛利氏正勝、毛利広生。通称は中座不老、右近、主前、匠、六郎左衛門。元那九年、宇田毛利元宝の長男として生まれる。 玄服寺に、藩主、毛利秀成より偏記を授与されて元信と名乗る。慶安4年、秀成が亡くなりその子、毛利綱広が新藩主に就任すると引き続きこれに、使え、翌上元年には父、元邦の死去に伴い家督を相続。上皇3年、阿弥陀寺に王門を再建する。明暦元年、赤松駅で朝鮮通信士の協約役を務める。 遠方三年、当職となり藩室な広に仕えた。着難の定道に先立たれたため、天羅三年に藩室な広の子の価値を養子に迎えた。上京二年、十輪寺を再建する。元六元年、前年消失した宇佐八万宮本殿を再建する。元六七年、価値の実刑の藩主、吉修が死去したため、修勝が実家に戻り、第五代繁殖。 よし,しとなる。そのため弟のよしも年と毛利成忠の子の後世を養子に迎えた。元禄16年12月10日死去。去年81。ありがとうございます。